パンじゃないの。オーブンのパン。ドワーフって言われたらちょっとあれなんですよね、弱いんですよね。ちっちゃいのに弱い。可愛いっすよね。すごいよ。あ、もうやばい。血が強いです、ね。本当だ。このキクスやばい。いい血統っぽいっすよね。ね。うん。すごい。氷だったんだこれ。氷だったら氷かもしれないですね。なるほど。どうも、趣味家の夫と妻です。今ね、車で移動しています。今日は僕らが普段活動している神奈川県を飛び出して、園芸店や園芸イベントを通して日本一周をしようという園芸日本一周の企画の回です。うん、今日はこの企画が始まって初めて別の方とね、一緒に遠征に行ってみようかなと思っています。今その方との合流に向かっているので、ちょっとお時間ギリギリかな、向かっていきたいと思います。急ぎましょう。はい、うちの車にリトマンさんが乗ってます。じゃあここからまずは3時間かけて、うん、3時間なかなかですね。すごいですね。いやー、僕らはね、全然ね、乗ってるだけなんでいいんですけど、なんなら寝てもいいですか、妻さんが、ね、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。行きます。オセロだったら僕は白になりますね。はい、というわけで、3時間かけて今回の遠征地である長野県にやってきました。はい。今ここは東武湯の丸サービスエリアということでね、今日を1日通して、3店舗、はい、巡ろうと思っているので、ちょっとね、もう今実を言うと駆け足で行かなきゃいけないぐらいなんですが、はい、早速向かいたいと思います。はい、それでは行きましょう。ゴー。あ、二人で。あ、そうなるんですね。すいません。はい、というわけで、まず1店舗目ですね。堀川カクタスガーデンさん。はい、とんでもなくすごいロケーション。いやー、めっちゃいいっすね。めっちゃいい。気が良くて。ね、このロケーション。駆け出しそう。駆け出しそう。独特。早速お邪魔したいと思います。いや、もうすごいもの。すごいもの。立ち止まっちゃった。見てこれでも。やばい、やばい、やばい。やばいっすよ、この現象。これすごいっすよ、この像。一瞬わかんないな。うん。はぁ。いや、このビントリーはすごい。すごいですね。うん、こんなに大きい。とかなるんだ。このグラピレス多分、目章です。目って書いてあるから。あ、本当だ、うん、すごいっすよこれ。未章でこうなるんだ、うん、めっちゃかっこいい。あや、すごいな。やばいね。天候がいいんでしょうね、やっぱり。でもきっと、うん、うん、これ、うん、マクロプスじゃなくて、うん、セイチアナっすよ。葉っぱが全然違うじゃないですか。あ、違う、本当だ、やばいやつ。レアなやつなんで。いや、もうめっちゃもう、わあ、とんでもないね。いや、この量はすごいな。あ、あ、やばい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 。すごい、すごいよ。これはやばいぞ。やばい、やばい、やばいぞ、もうこれは。あ、もうやばいね。
もう終わりでいいんじゃねえか感出てきませんすごいなこれ、スピノーサっすよねこれ多分全部。おすごいスピノーサ、初めて見ました、ヤバしか言ってないユーフォルビアの魅力すごいないろんな形ありますもんね、ユーフォって本当に、ねうん、カリドとかも普通にしれっと置いてありますけど初めて見たかも、カリドこのデカさはあんまりないかも語彙力このケラリア七区演出ってあそうめっちゃ可愛いですよねこれ、プチプチ、そうプチプチは可愛いですよね、うん、意外とね、オベサボン、オベサボンってんだこれでかこうなるんだ、オベサボンってんってこんなになる初めて見ましたこれこれ大墓、大墓ですよ、ね、多分、はい、このピグマリアやばいっすね、おかしいっすよ大きさヒトマンさんのあれと同じぐらい、いやもっとでかいと思います多分こっちの方が、はい、うん、このセンナとかもこれ未章です、うわー、わかんない、ちょっと見って書いてあるわ、見って書いてある、未章ってなんだっけいや強いな、生きてる世界が違うのかもしれないしかもこの値段ですよ、ありですよね、え、めっちゃ安いね、すごいよね本当にこんだけあるって、いやだってなかなかやっぱり選べないですよ、はい、園芸店行ってもあるやつを買うしかないし、これとかの、あ、うわ、それすごい、それすごい、キッコーリュー、キッコーリューみたいなこれすげー、いやめっちゃいいな、いやこんなあると思わなかったですね、めっちゃ綺麗だな本当に、すごいやでもいいな、なんかあれこれ欲しくなっちゃうな、なっちゃいますね、また1個目っすよそうなんですよ、1円目の1つのハウスですまだあこれ妻さん、これプリムフォリアいっぱいありますよここに、え、本当だ、全部プリムフォリアですよ、あ、そう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 、すごい、こっちか、あ、やば、かわいい、でっかいっすよね、めっちゃこんなでっかいサイズ、うん、あんま見ない気がするな、かわいい、かわいい、かわいい、これ色味すごいかわいいですよね、うん、いや絶対いいと思いますよ、未章、うん、なんだ、未章で、みんな形がね、本当、うん、できて、出来上がってる、ね、しかもひび割れてるからね、すごい元気だね、うん、しかも家にあるのが調子が悪いんだったらこれ今行かなくていつ行くんですかっていう、いやまあそう思ってましたね上手だなって言っていつも買わせまくってるっていうみんなに、うん、やっちまいましたね、やっちまいますこっちもやっちまってますね、いや良きです、もう本当にやばい、一頭ずつ一本動画にしちゃっていいんですか？できる。これが今一番欲しいやつ見つけましたよ。ギガスブラータって言って、ギガスの、あ、これ多分一緒です。はい。葉っぱが細かいやつ。初めて。めちゃくちゃ高いんですけど、めっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。しかもギガスでもありますね。そう、ギガスだし、葉っぱがすごい細かいのが出てきて、うん、めっちゃかっこいいんですよこれ。ちょっとね、なかなか手が出ないんですけど、一押し、これ一押し、これとか面白い、あ、それすごいそれすごい、これとかすごい、苦戦したのと、ミニマルドワーフだって、ドワーフって言われたらちょっとあれなんですよね、弱いんですよねちっちゃいのに弱い、ドワーフって可愛いっすよね、いや可愛いっす、ブラックファイヤー、全部シレットなんだよな、初めて見たけど、カビゴンっていうの、これ、知ってます、あるんですか、うん、なんかまんまるになりそう、カビゴンっていう名前の通りめっちゃあるね、シレット、ね、キュービックの錦がある、ね、あそこにもありましたよ、ちっちゃいの、え、あ、ほん
めっちゃ可愛いこれ。かっこいい。なんか濃い。うん、確かに。なんか作り物みたいですね、本当にこの、ね。もう完成してるこれ。維持できればかっこいいです。めっちゃ綺麗ですね、色。かっこいい。なんかめっちゃ増えてくるんですよ、これが。このプツプツが。それ取ったりするとまた増える。多分増えると思いますよ。これ可愛いですよね。このサイズで結構値段もあれだから、これありだな。なんか丸いの増えるのが好きなのかも、もしかしたら。あでっかい、めっちゃ。いやいや、すごっ。見切らんぞ。見切らんぞ。何かだな、これ。2升だって、うん、何本もなんかこのサイズかわいいね。でもすごいな。かっこいい。でもお花かわいい。うん、鑑賞で満足ですね、完全に。この辺は収まらん。はい、というわけで、今度は高木角田さん、はい、はい、来ました、はい、いや、またさっきとはね、ちょっと違う感じで、はい、まあ、でも見るからに結構良さそうなのが、もう誘惑しかないですから。そうサボテン好きのお二人にとってはちょっとね、なかなかやばいかもしれない。手を出しやすいですよね、値段も、ね、あ、スーパーバンパ推し角田す、はい。なんか推しこれそう、こうひだひだがめちゃくちゃ多いんですよ。へえ、めっちゃ可愛いですよね、このサイズで花ですよ。すごい、うん、そうだね、花咲くんだっていう。いや本当っすね。何個ついてるんですかねこれ。これ分解したらすごいことに。すごいな、これすごいっすね。いや面白い、これでもいいですね、なんかこれは。それ、それかわいいですね。3つついてるやつ。三頭の。綺麗。不思議だとやっぱり早いんですか？不思議だと早いですね、やっぱり。うん。巣が強いですね。ほんとだ。でもすごいなぁ。わぁ、ね、バッテリーのレベル100あるよ。バッテリーレベル100です。かっこいい。でもこの扉がかっこいいですよね、うん、マジで。いけてる、いけてるよ。非売か、うん、めっちゃかっこいいな。このお子さんたちが、うん、うん、いいやつだったことだね。うん、フェロックスすごいですね、トゲ。これどうやって本当だ、どうすればいいんですかこれ。それこそスーパーサイエンジン、本当に白い上に丸いっていう、結構なんかホリダー、うん、いい血統っぽいっすよね。ね、うん、いや本当になんか長野に来る前にサボテンを好きになれてよかったなって思いますね。狭小マンションではちょっと。確かにどんどん場所がね。わあ、パツンパツンだ。本当っすね、これすごいな。すごい。
しれっとゴジラが。この菊水やばい。すごい。すごいっすねこれ。うん。駄菓子屋さん。駄菓子屋さん。本当だ。面白い。確かに。確かに駄菓子屋さん感ある。お盆ボックス。へえ。なんか枝になってる。いけてる。いけてますよね。うん。奥の。え、ウィンゾリーこれ本当にウィンゾリーって書いてある気がするけど、もう葉っぱの感じ確かにウィンゾリーっぽさはあるけど、うん、なんか形がちょっと面白いですねこれ、うん、トゲ感が、うん、なんか別のも入ってるのかな、継ぎ木、あ、継いであるんだ、あ、継ぎ木か、そういうことか、え、じゃあ下はラメリーですか、多分下は多分そっち系だと思いますけど、なんかこれとオベサとか掛け合わせてどんどんちょっと丸っこいの作ってみたいですね、うんうんうん、いやそれ面白いですね、うん、しかもこれ小吹きじゃないやつだと思いますけど、これこの辺おやつなのかな、もしかしたら小吹きは結構あるんですよ、小吹きのシメトリカ、うん、でもこの小吹きじゃなくてシメトリカはあんまなくて、小吹きに比べたら平べったくて出せます、シメトリカの方が、だから結構そうそう、小吹きは絶対伸びちゃうんですよね、あれどうやっても、あ、そうなんだ、うん、こういうの、え、かっこいい、はい、結構出るんですよこれが。これめちゃくちゃかっこいいです。いやすごいっすね。これ明らかもう全然違いますね。ということで、園芸日本一周企画10件目は長野県、なんと天気を気にする人のビデオのビトマンさんとのコラボ会でした。趣味家がビトマンさんと初めてお会いしたのが実はちょうど1年前くらいで、まあ、当時はね1年後にまさか一緒に旅に出てるなんてね全然想像できませんでした。もう本当に楽しかったね。楽しかった。楽しかったです。で梅雨時期だったのでもう本当に天気だけが心配だったんですが、行ってみたらもう本当に長野でもここ数日で一番の晴天という日で、もう本当に最高の園芸日和、園生日和だったのも良かったです。うん、暑かったけどね。暑かった。そして長野で有名な植物というのがサボテンなんです。で長野って結構昼夜で温度差がある地域なんですが、そのサボテンのトゲとか形とかをね上手に仕立てるのにこの温度差っていうのが結構効いてくるらしくて、最近ねサボテンにはまり始めた我が家にとっては、うん、すごい目に毒な株が多かったです。薬とも言うけど、うん、そうだね。サボテン以外にももう関東ではありえないって断言しちゃってもいいぐらいすごい希少な株がたくさんあって、しかも安くて、そう、うん、もう感動しっぱなしの一日でした。うん、すごかったです。と
ということで、そんな長野での購入品を紹介して、そのまま当日の映像でお別れしようと思います。で、エンディングにおまけ映像もあるので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、長野で購入してきた株一つ目はこちらのビスピノーサムです。これすごいですよね。このチャンネルをずっと見てくれてる方、あれビスピノーサム持ってなかったと思うね方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そうビスピノーサムね、もう持ってるんですよ。ただ最近ちょっと調子が落ちてるんですよねっていう相談をリトマンさんにね当日していたら、見かけたこの子を猛プッシュで買わされてしまいました。でもね、この株本当にすごくて、見てもらうとこの開根部分が未生と思えないぐらいでっぷりしてるんですよね。ビスピノーサム自体は関東の園芸店でも見かけることあると思うんですけど、結構縦に伸びちゃってることが多いと思うんですよね。で、ただこの子はもう見てもらった通りおまんじゅう型っていうかね、すんごい丸いんです。もう樹形も完成してて、これこのままサッカー鉢に入れたらもう完成でしょっていうねクオリティで、あまりの愛らしさにこれはね我慢できずに買ってきてしまいました。で、この子をお迎えしたのが嬉しかったのか、調子が悪かったはずのね家にあったビスピノーサムも最近元気になってきたので、ちょっと今度ね合わせて紹介したいなと思います。めっちゃいいでしょう。超かわいいね。うん、はい、堀川カクタスガーデンさんで妻が購入したのはこちら、ユーフォルビアのプリムリフォリアです。このねちょっとモグラみたいな開根がめちゃくちゃ可愛くないですか。実はこれ最近さまざまなイベントで目にしてて、欲しいな欲しいなとは思ってたんですよ。ただ今回はねちょっとね諦めようかなって思ってたんですよね。6月結構イベントで散在してたからね。いやそうなのそうなの。でもそこは一緒に行ったリトーマンさんの手腕で欲しくなっちゃったんですよね。購入してしまいました。で、このプリムリフォリアなんですけど、ピンクがかった花が咲きます。で、プリムリフォリアって確か2種類ぐらいあって、白花と赤花のタイプで、実は白花のタイプもあったんですけど、最近イベントでお見かけしてたプリムリフォリアの花がみんなピンク色だったので、ちょっとこっちにしようかなって思いました。で、この赤花のタイプをユーフォルビアベガルディっていう言い方もするそうです。で、特徴としては赤い花もそうなんですけど、この葉っぱの外側がねちょっと赤く染まるっていうね、ちょっと繊細な可愛さを持ってる種類なんだそうです。で、花芽の時期が終わってこれからもりもり葉っぱが出てくる時期だそうなので、その変化も楽しみたいなと思ってます。結構理想だったモグラっぽい形、こうくねってしてるのが可愛いね。そうなの、ちょっと横向くんだよね。超お気に入りです。はい、続いてこちら高木カクタスさんで購入した株です。サボテンのフェロシオール、もうね見てもらった通りトゲがめちゃくちゃすごくないですか。こんな感じで一本一本のトゲがめちゃくちゃ太いんです。でね、この生えたてのトゲの根元のところがちょっと赤茶く透けるような色合いになっていて、そこから水分が抜けてこの白くなっていくまでのグラデーションがねまた綺麗。結構胴体っていうのかな、このボコボコっとした体の部分もかっこいいですね。で、このフェロシオールっていう種類自体はこう普及種っていうかね、結構お店にもある種類だと思うんですけど、こちらがね選抜の系統らしくて、めちゃくちゃトゲが多くて太い、すんごいトゲ詰まってる感じしませんか。やっぱりね、僕アガベからサボテンに興味がちょっと移ってきてるので、こういうねトゲものやっぱり惹かれちゃうんですよ。これもね渋い感じのサッカー鉢、陶器の何かとかにね入れたらかっこいいと思うので、またサッカー鉢探しに行かないとな。うん、それはかっこいい。これはめちゃくちゃいいよね。うん、もうお店で見かけてこれは5秒で購入を決定しました。あ、そうそう、でこれね見てもらうとちょっとね映像だと分かりにくいと思うんですけど、
今お花のねつぼみが上がってきているんです。家にね持ち帰ってから気づいたんですけど、ただちょっとねトゲの下側につぼみがあるので、これちゃんと花開くのかなっていうのがちょっと心配なんですけど、この先のね花がどうなるのかっていうのも楽しみに見ていきたいなと思ってます。最後に訪れたお店、信州西沢サボテン園さんで購入したナンバーワン錦です。結構ねワイルドな仕上がりじゃないですか。これちょっと今は季節柄もあるのか、斑がねうっすらこの辺りとかわかるかな、覆輪斑で入っています。この先ねちょっとちっちゃくコンパクトに仕立てたらかなりかっこよくなるんじゃないかなと思うので、ちょっとねビップ待遇して育てていきたいなと思っています。でこの株を購入した時のエピソードとかはリトマンさんの動画で紹介されているので、詳しくはそちらでご覧ください。はい、というわけで、関東に帰ってきました。いやー長かったです、ね、長かったお疲れ様でした。いやでも妻さん本当にありがとうございました。もう運転マジで一人で、やはい。で長野での様子はリトマンさんのチャンネルでも今後また動画が入ってると思うので、ぜひ見てください、はい、こちらもぜひ楽しみにお待ちください。はい、とこんな感じでこのチャンネルでは植物にハマった私たち夫婦が育てているちょっと変わった植物や園芸店巡り、イベント訪問などの様子も紹介しているので、まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ見えるかな。あ、いい、いいじゃんかこれこれいい。長野でーすこんにちは、趣味家です今日は黒と白の、今日は黒と白でやっていきたいと思いますよろしくお願いします